え、ニジトーク Zoom エディション2024スタートです。はい、今日も始まりましたニジトーク Zoom エディション2024、本日はポンズ市原の吉田優月選手と吉田しおり選手にお越しいただいております。こんばんは。こんばんは。今日はあのお二人とも吉田選手なので、ゆずきさんとしおりさんとお呼びしていきたいと思いますのでご了承くださいまし、はい、お願いします。はい、ではまずはですね、お一人ずつあの自己紹介をお願いいたします。はい、ボンズ市原、吉田ゆずきです。背番号は62、ポジションは外野手です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、吉田しおりです。ポジションは内野手を務めています。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うん、はい、吉田さん吉田さん同士ですけれども、二人は仲良しなんですか？あ、めちゃくちゃめっちゃ仲良しあのでも同じぐらいで、いつも隣で練習前にあの挨拶したらグータッチしてます。そうなんだ、なんかでも本当兄弟みたいですもんね言われます、ね、年はいくつ違うんですか？自分が26で23です。あ、じゃあ3つ違い。違い、ちょうど兄弟としてちょうどいいよねちょうどいい、ちょうどいい感じ、ね、はい、今日はどちらからですか？今日そこ、あ、寮です。寮、はい、寮、あ、寮ですか。千葉の、はい、そうです。市原の、市原の寮の、はい、はい、お疲れ様ですえ、今日もあの練習だったんですか？あ、今日もはい、午前中練習してきました。午前、あ、今日、そっか、今日土曜日。あ、そうですね。そっかそっか。え、普段は、お仕事をされながらの練習っていう形ですか？午前中、うん、仕事を2時ぐらいまでして、で、その2時から午後、みんな全体で集まって練習やってます。うん、毎日練習ですか？そうですね。あ、月曜はオフで、うん、で、カーから金。うんうん、を、そうですね、さ、午後からみんなで練習してます。まあでもね、結構 J3 リーグの中ではかなり恵まれてる方じゃないですか？本当にそう思います。ね、フルタイム勤務が結構ね、いますしね。うん。なかなか毎日集まれないチームもあったりもするし。そうなんだ。みんな揃うもんね。うん。まあ、それで見事に去年は総合3位。はい、でしたね。ね、ありましたね。でも、優勝しそうな勢いはありましたよね。いや、はい、ありました。ありました、ね。はい。初戦取った時、一節取ってから、もうそっからの勢いが、チームの雰囲気もそうですけど、もう良くて、まあ、これなら大丈夫かなっていう、チームの中での安心感っていうのは、すごい、うん、自分自身も感じてたし、みんなもそうだったんじゃないかなって思います。ねえ、盛り上がってましたよね。ねえ、で、まあでも本当、負けた時のあの、悔しそうな感じも、ねえ、ねえ、ねえ、もうなんかのキャプテンの涙がすごい印象的で。ああ、間違いない。本当にもう。千葉さんのね。千葉さん、ほんまに。もうな、もらい泣きしそうになったところね。よく見てる。ね、はい。はい。そんなボンズ市原、プラチナセクションということですが、うん、今年は、第2節がホームゲームになりますね。ZA ボールパーク。いいとこでやりますね。うんうん、ねえ。ちょっと、はい。地元楽しみです、ね。めっちゃ楽しみですね。応援してくれる人たちが多いので。ねえ。で、正式名称は、ウグイス会
ボンズ市原ソフトボールクラブ、うん、あ、そうです、そうです。なるんですよね。はい、うん。このウグイスカイっていうのはどういう、あれなんでしょうか。ウグイスカイ、会社の、総称なんていうんですかね。会社の系列が、ウグイスカイっていう、職場が介護士なんですけど、うん、その、ウグイスカイっていう、枠組みで、うん、グループ名かな？それぞれ、はい、うんうん、はい、配属されてるんですけど、その総称のウグイスカイ、ボンズ市原っていう。うん、なんか介護施設いっぱいありますよね。いっぱいあります。あんまり違いが私わかんないけど、すいません。すみません。もうすぐお世話になるかもしれない。はいはいはい。すみません。絶対変な方。絶対変でしょ。はい。お二人は職場違うんですか？職場は違う。違う、ちょっと違う。はい。そう。隣の施設。隣の。うん。で、働いてます。施設の、なんかこう、タイプ、種類が違うんですか？同じかな、同じ。自分らのところは一緒ですよね。うん、同じタイプですね、はい。ちなみにどういうタイプになるんですか、その施設は。自分たちは、巣から来た、利用者さんって言うんですけど、そこをもう、一年間としてもずっと、もう、泊まり込みっていうか、うん、と、面倒見るじゃん。住んでる。はい、もう住んでますね。住んでるんです。帰る、家に帰るとかじゃなくて、もう住んでて、その面倒をすべて、うん、まあお風呂から、もうトイレとかもそうですし、うん、まあ全部食事とかも全部自分たちで介護してます。すごいね。でも本当にもうお世話を。いや、本当に、はい、全部やってますね。資格とかも持ってるんですか？ああ、介護士。持ってないんですけど、うん、取れますよね。そうそうそう。なんか、何年以上とか、働かなきゃ、施設内で働かなきゃいけない時間数があるらしくて、この時間を超えれば、介護士の免許を取れるっていう聞いて、うん、ちょっとまだ取れてはないですね。じゃあ取るためには、実経験が必要と。あ、そうです。いうことなんですね。うん、じゃあ、いずれはまあ、取ることを目指してっていう感じ？そうですね、取る。今までも取った選手も何人か、うん。はい。それで。そうなんだ。はい、偉いね。ありがとうございます。そうですね。そして、まあ、千葉県市原市ということなんですけど、実は私、市原、ものすごい思い出がありまして、うん、そう、あんまり言えないんですけど、なんか言えない。だったら言うなって感じなんですけど、思い出がすごい、本当に甘酸っぱい思い出のある街でした。今度、聞きに行かせていただきます。はい。どうだよ。あれ、なんか、帝京平成大学かなんかないですか？帝京平成。ちょっと、はい。そんな名前の大学が。ありますよね。ありますね。うん。なんかね、それがね、できたばっかりの時は、帝京技術科学大学っていう名前で、そう、そこの人と付き合ってた。本当に何十年か。それは、なかなか来てないぞ。これを言う。嬉しい。そうだからすごい懐かしい思い出がある町なんでまた行きたいなと。あ、ぜひぜひ。すいません、超個人的なプライベートな話なんです。そしてですね、まあ、チャットでも今いただいてますけど、ボンズの練習場は系列のサッカーチームのボンズ市原の練習場の脇にあって、サッカーとソフトが一つの場所にまとまってますと、うん、書いてかれてますが、そうなんですか？その、そう、ボンズ市原というとなんかこうサッカーがね、うん、もうあるけど、そのサッカー部との、何だろう、関係性ってどんな感じなんですか？同じ？同じ？系列？同じ
ですよね。そう、同じ系列で、うん、もう、うん、そうですね。系列は同じで、もう、あんまり絡むっていうことはないんですけど、うん、もう、グランドが、もう、サッカーグランドがあって、そのもう隣にソフトボール球場もあるみたいな。もう、ね、うん、マジかだね。そう、うん。サッカー部との交流はあるんですか？なんだろう。一年一回ぐらいなんか、反感謝祭っていうのが去年あって、うん、その中で、サッカーのファンとか、まあ、うん、そういうのも、ファン、周りのファンも集まってくださって、うん、その、レクレーションとか、交流っていうのは、ありました。そうなんですね。やっぱり、なんかしらつながりはあるんですね。うん、そうですね。うん。結構今、チャットの方です。チーム名は同じで、ソフトだけが運営が違いますと。すごい、そこしていただいております。ちなみに、レディースとソフトボールと職場が同じ選手が多数いるので、結構仲良いです。はいはいはい、それそうですね。確かに。そっか、サッカーのレディースもあるんですね。あ、レディースもあります。そうなんだ。詳しい。詳しいね。詳しいね。誰だろう。じゃあ、結構その、レディースのサッカー部の人と、お友達がいたりするんですか？うん、結構そこは多いと思います。うん、仲いいです、うん。そうなんですね。いや、それはでも、すごくいいですよね。やっぱり。うん。うん、子さんファンなもんで。あ、そうなんだ。子さんファンな、ファンの方なんだ。子さん。詳しい。めちゃくちゃ詳しい。ボンズ市原の歴史を知ってるファンの方ですね。いろいろ変わってるんですね。運営も。はい。ちなみに、寮と職場は近いんですか？25分くらいですかね、うん。25分くらい離れてます、うん、車で。車で、あ、じゃあ、まあまあ離れてますね。うん。うん。グランドはグランドは、まあ同じところに、ほぼあるので。どっちと？会社と？会社と、自分らの職場と、ほんと近くにあるので。で、職場が結構バラバラで、その職場行ってからグラウンド来るっていう感じなんで、結構移動距離っていうのはバラバラかもしれないですね。あ、じゃあ人によって違うんですね。で、チームの方は全員寮に住んでんですか？あ、そうです、そうです。はい。誰か来ました？ぜひご出演いただければ。ダメ？ダメ？ダメ？全然いい。こんにちは。こんにちは。あ、どうもこんにちは。皆さんに自己紹介をお願いします。自己紹介。名前と。背番号と、名前とポジションをお願いします。背番号17番の河野田原です。ポジションはサードやってます。お願いします。お願いします。今2人のトーク見てました？いや、今帰ってきたばっかなんで。あ、そうですか。はい。そうですか。ちなみに、このダブル吉田さんは、ダブル吉田さん。それぞれ、どんな方ですか？どんな方？うん。あ、自分、共通してるのは多分心が広いところじゃないですか。心が広い。心が広い。器が広い。優しい。あとは練習に、貪欲って言うんですか？貪欲、練習とかソフトに貪欲、うん、
な方だと思います。ああ。素晴らしい。ありがとうございます。ナイスな紹介です。ありがとうございます。あ、ないですかね。でも、もう食事はされたんですか？自分はすんだ。自分も終わりました。え、量は食事が出るんですか？あ、自炊です。あ、自炊なんですか？じゃあ結構、お料理は、されるんですか？得意です。ここで、違いがあるんですね。得意な吉田さんと苦手な吉田さん。あまり。羨ましい。じゃあ、しおりさんの得意料理は何ですか？自分、キムチが結構好きなんです。なんで、キムチで結構スープ作ったりしてます。ええー、美味しそう。中華スープとか。うん、簡単な、あれしかしないんですけど。うん。あと、とろとろ卵のオムライスが好きです。ええー、それ作っちゃうんですか？作ります。まじ、まじすごくない？いや、とろとろ卵のオムライスは難しいよ。食べたい。食べさせてあげてはいないんですね。普段食べてんです、一緒に食べてんですかって言おうと思ったら、とはいなかった。全然別でした。でした。そうなんだ。ちなみにお菓子作りとかもやるんですか？あ、好きですね。なんかクッキーとか結構作ってました。え、ほんとよ。はい。ですよね。それも食べさせてもらったことないんですか？ないです。ないんですか？ないです。ないです。ないです。今度持っていきます。味痛いね。あとですね。あと、ちょっと、チームのことで、はい、今年のスローガンってもう決まってます？あ、はい。決まってます。千姿万考っていう、ですかね、うん。色とりどりに花が咲き乱れる様子っていう意味であるんですけど、うん、去年は、緑欲共振っていう、なんか、お互いの心を一つにするっていう意味で、うん、そういう意味で去年は、緑欲共振だったんですけど、今年は、千姿万考で、個々の個性っていうのを活かしたソフトボールっていうか、まあ自分はですけど、去年、緑欲共振でお互いの心を一つにしたっていう土台が今すごくあるのを感じるんです。だからこそ、なんか、次は個性の長所っていうのを活かしたソフトボールっていうのができたらすごくいいなって、まあ、自分なりですけど、千姿万考っていうのを来たときに、やっぱ思いました。いや、すごい素敵なスローガンですね。はい、っていうか、もう去年もそうですけど、なんかこう、ちょっと難しい感じのね、言葉をスローガンにされて、こういうのって、どなたがご提案されたりするんですか？これ誰なんだ？なんか、チームで、なんか、何個か案を出して、で、チームで多数決を取って、うんた、そう、一番多かったのが、千姿万考だったんですけど。みんなで決めてるんですね。あ、そうです、そうです。すごい、すごい。素敵です。うん。はい。そして、事前質問からで、お豆さんからで、今シーズンの目標をぜひ教えてくださいと来てますので、まあ、ぜひ、チーム目標と、個人目標と、教えていただけますか？チーム目標、チーム目標は、やっぱ、まあ去年も変わらず、まあ3位だったんですけど、まあ今年は、それ以上に、リーグ優勝、1位目指してやるっていうのがやっぱみんな共通で同じだと思います。話、はい。で、あと、個人は、去年、自分、怪我から復帰して、2、3、4節しか多分いなか
ったんですけど、その中でもホームランっていうのを2本打てたので、2本以上打ちたいなっていうのが、目標です。はい、お見事。はい。の個人目標としては、昨シーズン初めての1年目のリーグで、結構苦戦してしまって、反省点の多い年になってしまったので、今年こそしっかりレギュラーをつかみ取って、1年間通してしっかり安定した成績を残していきたいって考えています。はい、ありがとうございます。いや、なんて言っても、そのしおりさんの、まあ、確かにね、試合の印象よりも、やっぱベンチでの、様子がすごく印象的で、そう、それでちょっとお声かけもさせてもらったんですけど、会場でね。そう。そう、すごい熱いよね。ちょっとチームの皆さんにはちょっと笑われたりするんですけど、やめろとか言われるんですけど。うん、それ言われてすごい強みになって。めちゃくちゃ嬉しい。ちなみにソフトボールを、まあ、始めたきっかけって何だったんですか？きっかけ。うん。自分は、小2の時に、幼馴染みのお兄ちゃんが、ソフトボールをしてて、で、なんか、子供会っていうのが定期的にあって、うん、その中で集まった時に、キャッチボールをいつもしてるんですよ。で、そのキャッチボールしてるの見て、まあ、あ、なんか楽しそうだなって、小2ながら思った自分がいて、で、それがソフトボールだっていう認識はなかったんですけど、うん、キャッチボール、それやりたいって言って、やらせてもらって、あ、楽しい、やりたい、あ、じゃあソフトボールやろうよって言われて、あ、で、実際グラウンド行って、あ、これがソフトボールなんだって知れたのがきっかけで、で、楽しいがずっとあるんで、今もずっと続けてる感じですか。そう、それで経歴の中でね、やっぱり、広島出身。そうです。でね、高校が鈴峰女子ですか？あ、鈴ヶ峰。鈴ヶ峰、失礼しました。失礼しました。失礼しました。鈴ヶ峰って読むんですね、はい。失礼しました。から、環太平洋短大。あ、そうです。愛短ってやつですね。あ、そうです。もう亡くなっちゃったんですよね。そうです。亡くなっちゃったんですよね。はい。そう。だから、ちょっと、貴重な、おじいだなと思って。いやなかなかいなくても寂しい。これ、愛媛でしたっけ？あ、そうです。愛媛県にあります。宇和島市っていう、すごく田舎です。ねえ、なんか、その亡くなっちゃうときにちょっと気にはなってたんですけど、どれぐらいの年代なんですか？もうさ、最後の方の。もう最後から、3番目の年代ですね。亡くなる前の。ああ、そうなんですね。うん。うん。あれ、何でしたっけ？学校がなくなるんでしたっけ？学校がなく。IPU 系列なんですけど、その、なんだ、やっぱ宇和島市っていう、ちょっと田舎で、やっぱ人数がやっぱ集まってこなかったみたいで、で、やっぱもう、ここで、この IPU 短大は、この代までって言われて、うん、うん、そうですね。やっぱ人がなかったのかなって思います。うんうん、そうなんだ。結構ね、なんか何気にリーグに進んでる選手いますよね。あ、結構、はい、おられますね、先輩。鈴ヶ峰にはなんですけど、ホンダの恵比寿さん。はい。か、鈴ヶ峰出身。鈴ヶ峰出身。はい。うん。恵比寿さんは今度、日立のコーチになりましたね。そうですね。だからもう、恵比寿さん、一回しか、やっぱ、一回グラウンドに来てくださって、会ったことは一回しかないんですけど、もうなんか、ちょっと、憧れの存在っていうか、届かないような存在っていう自分の中でのすごい印象あるので。うん、あ、そうなんです。やっぱ、はい。うん、うん、そ
そうですか。はい。ちょっと偉大な先輩なんですね。はい、本当にそうです。今、名前変わりましたね、高校も。なんか。あ、そうです。なんか、なんていうんですか。広島修道大？はいはいはい。広島表層高校？あ、それです。はい。それね。はい。なんか、男子校と、共学になって、もともと女子校だったんですけど、共学になった学校が、表層高校になったんですよね。じゃあ今は共学、ね。そうです、そうです。ね。はい。ソフトボール部は、まだあるんですか？ああ、なんちょっと、わかんなくわて、かんない。全然、もう、鈴ヶ峰の時は、もう、部員数がもう、全然いなくて、試合もできる状態じゃなかったんですよね。はい。で、そっから競争高校になって、ちょっと、はい、わかんないですね。そうなんだ。わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ、それでは、しおりさんの方行きましょうか。はい。ソフトボールを始めたきっかけから、まあ、こう、は続けていった経緯を、はい、お願いいたします。い。はい。自分も小学校2年生の時なんですけど、自分が通ってる小学校で、学校終わりに、そのまま、ソフトボール、女子のソフトボールのチームが練習をしているんですけど、それを、学校帰りに見ていたっていうのもありますし、その学校自体に女子の本当に、こう対象に募集の紙を配っていたので、それを見て、もうすぐ親にやりたいって言って、まあそのチームに入らせてもらって、で、もう習い事を本当にいろいろ小学生の時やっていたので、中学、小学校終わるタイミングで、やっぱ結局一個に決めないとやっていけないことになって、やっぱ一番好きだったのがソフトボールだったので、ソフトボールで今までずっと続けてきました。ちなみに習い事ってどんなのやってたんですか？空手、ダンすごい。ス、体操、水泳、ほんとすご 英会話、で、ソフトボール、ですかね。よく体壊れなかったですね。本当に休みがありませんでした。いや、休みがなんか、はい。本当に。多忙な小学生。ソフトボールの練習をして、その後空手の練習行ってとか、やってました。ダンスは何系ですか？ ヒップホップです。ヒップホップ？はい。じゃあ踊れるんだ。まあ多少、今は本当に覚えてないですけど、でも、あれですね。K-POP とか見て踊りたくなっちゃいます。グランドで踊ったりしないんですか？踊ってないよね。踊ってないですね。なんかこう、音楽かけながらアップとかしないんですか？でも個人的にそれめちゃくちゃやりたいって思っちゃいます。だから、多分見てはないと思うんですけど、たまに、アップの時に音楽をかけてアップしてるんですけど、ちょっと好きな曲とか流れてたら、ちょっと跳ねちゃったり、そのリズムを合わせながら、ちょっと動いちゃったりしちゃったりしてます。やってるんだ。まあちょっと誰にも言ってなかったんですけど。実はって。遊んでました、少し。TikTok とかやってないんですか？まあやってないです。でも、見てダンスとかやっちゃってますね。いや、やりましょうよ、TikTok。やっちゃいますか？やっちゃいましょうよ。やっちゃいますか？やってくださいよ。やりますか？ゆうさん。私見ますから。
じゃあ、ちょっとフォローしてもらって。フォローしますから。うん、お願いします。はい、アカウント教えてくださいね。OK です。解説します。はい、楽しみにしております、はい。あ、今踊ってくださっても、なんなら。だって。第1号の動画を TikTok にじゃあ。はい。お待ちしております。はい。絶対やんなきゃいけない。あれ、東海大学って、青いブルーのユニフォームの、はい。あ、そうです。そこですよね。はい。結構、ユニークなチームの印象があるんですけど。そうですね。結構、ガヤガヤし、言い方悪いっすな。めっちゃはしゃいでるような。うん。明るいチームですよね。本当に。うん。楽しい。楽しい大学です。なんか、やっぱり、でも、やっぱソフトボールを続けるとなると、まあ、微妙なラインだったと思うんですけど、そこのところ、悩んだりします、したり、しなかったんですか？全然悩まなかったです。悩まなかったんだ。自分も悩まなかったです。悩まなかった。続けるっていうことはもう決めて、じゃあもうどこでやろうっていうのを探してっていう感じ。他に候補あったんですか？なんかこう、いくつか。いくつか。でも、まあ、落ちまくりました。自分はもうソフトボールしかなかったんで。はい。でも就職活動も別に普通にせず。そうですね。自分、結構ソフトボールでリーグ入りたかったけど、短大卒業するときに、どこも落ちちゃって、で、岡山県の佐川急便に入って、でもどうしてもリーグでやりたいっていう思いが変わらなくて、で、セレクションを受けながら、何個か受けて、その年も全部落ちたんですけど、やっと来れたのが、この、本津市原だったので、え、じゃあ、岡山の佐川急便でもやってたんですか？なんか。あ、一応、はい、ソフトボールあってやってたんですけど、はい。やっぱ。いや、よかったですね。いや、本当に今の環境がすごく楽しいです。ソフトできて。そうなったんだ。え、しおりさんはこのボンズ市原にとは何かご縁があったんですか？あ、ゆずきさんと同い年の方で、先に、ここに入られてる方が先輩でいたので、ちょっと連絡させていただいて、という形です。あ、そういうつながりがあったんですね。はい。そっかそっか。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。そして、ちょっとチャットの方すいません。ちょっと放置してしまったはい。はい。あ、ちょっと遡りました。はい。ボンズソフト創部以来応援してます。普段はサッカーの方のボンズのスタッフですが、よろしくお願いします。あ、そういうことなんですね。普段ってボンズのサッカーの方の、という方が、しげたさん。はい。ありがとうございます。ダブル吉田さん。ゆずきさんも同世代かもです。97年生まれです。という春菜さんから。同じです。同じです。同い年ですね。はい。2年ぶりの市原開催ですね。と3、4年ほど前からウグス会の参加になりましたと。今度オムライス食べさせてください。ぜひ。これ、しおり選手ラブなんじゃないか。しおり選手ラブから。ラブ。すごいですね。怪我からの復帰でホームラン2本はすごいですねって、さっきの話ですね。本当すごいと思いますよ。で、渡辺ふたまさんいるし、こんばんは。渡辺ふたまさん顔出ししてください。渡辺たまさん。渡辺たまさん。顔出ししてください。たまさん。すいません。みんないるじゃん。めっちゃ放置しててすいません。見てた。まあ。もう。
はず、暑いよ。こんばんは。あ、キャプテン。こんばんは。こんばんは。ちょっとぜひぜひ皆さんにちょっと自己紹介をお願いいたします。あ、ポンズ市原キャプテンの千葉晴美です。すごい。ポンズ市原の渡辺沙和です。イェーイ。はい。ありがとうございます。え、今どこですか、そこ。ご飯食べてるの？明日、ちょっと練習が休みなので、遊ぼうってことで、ちょっとホテルっていうか、ホテル、なんて、ホテージみたいなところに泊まってまーす。泊まってる。バカンス中ですか？どうですか？他にもメンバーいるので、ちょっと自己紹介します。はい、お願いします。お、誰誰？誰誰だ？石田。あ、こんにちは、原の石井彩香です。こんにちは。こんにちは。こんにちは、原の海地夏です。こんにちは。4人ですか、メンバー。はい。わー、すごい、楽しそう。すごい。明日は何をする予定なんですか？木更津の、ちょっと温泉に行ってゆっくりしようかなって思ってます。今、木更津にいるんですか？はい、そうです。いいですね。そうなんです。そうなんだ。温泉か、木更津、いいな。車で？そうです。車で来ました。1台で来られたんですか？そうです。みんなで乗り合いで。乗り合いで。どなたの運転で来られたんですか？あ、お、お二人が、ドライ、ドライバーで。はい、そうです。双葉さんは何がかりですか？私は、うん、ご飯をいっぱい食べる係です。やばい、決めて言うよ。いや、いいですね。ちょっと今日はこのダブル吉田さんを、はい、にご出演いただいているので、まあ、メンバーから、ちょっとそれぞれ、紹介をしていただきたいなと思うんですけれども、うん、はい、はい、ちょっと二人の紹介ですか？そうですね、二人の紹介をしていただきたいなと。そうですね、はい、まあ、ゆずきさんはやっぱこう年上の、まあ、上の方なんですけど、チームで、うん、やっぱこう背中で全てをこう見せてくれると言いますか、あんまり多くはこう語らないんですけど、まあ、一生懸命やってる姿だったりっていうのが、すごい年下からしたら、こう、いい、なんて言うんでしょうね。いいところを見せてくれてるので、もう、ついてこいって感じのプレイヤーですね、うん、ゆずきさんは。で、しおりは、まあ自分の年下なんですけど、まあすごい人懐っこくて、まあ、チームの中でも、まあ、そうやって、ちょっと、さっき聞いてたんですけど、アップ中、気づいてないと思うんですけど、ダンス踊ってるとかって言ったんですけど、まあ、チーム全体気づいてるなっていう感じで。まあ、ちょっといい感じにいじられキャラではあるんですけど、まあ、それもまたすごく、すごく、こう、笑顔で毎日やってるので、チームにとっては、本当に元気の源っていう感じですね、二人とも。いやー、さすが。キャプテン。よく見てる。疲れてるみたいですよ、しおりさん。出てますよ、うん。バレバレですよ。次パスですよ。なんか今度は TikTok 始めてくれるらしいので。はい。はい、ぜひ。ちょっと楽しみにしてます。楽しみにしてます。はい。そう、ちなみに、まあ、ダンスはしおりさんとして、歌が上手なのはどなたになるんですか、この中だったら。
はい、千夏です。あ、はい、千夏です。ぜひ、一曲披露していただけないでしょうか。ちなみにリクエストとかあります？リクエストはね、ありますか？リクエスト。スタバが一番知ってるんじゃない？いい歌。いや、お箱歌あ、そうですね。そうね、そうね。お箱歌いまーす。はい。あ、私は最強歌いまーす。うわ、マジ。どうでよ、どうでよ。え、いきまーす。ああ、怖くはない。不安はない。私の夢はみんなの願い。歌うたえば心晴れる。私は最強。なんか、すごい美しい歌声。さすが。素晴らしい。カイさん、ありがとうございます。素晴らしい、ね。ありがとうございます。いやー、これは歌うま選手権出れますね、これは。もう、ボンズ代表決まりました。決まりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵。本当に。みんな一斉に指さしましたもんね。チームみんなが認める歌うま選手なんですね。ダントツ。ダントツ間違いね。プロだった。素晴らしい。本当。いやなんかね、このメンバーが、まあ、木更津にいるということですけど、吉田さんたちは知らなかったんですか？木更津に、うん。今知りました。今知りました。今知りました。そうだったんだ、ちなみに明日は休みということですけれども、まあ、ゆずきさん、しおりさんは何をされる予定ですか？自分はこの後、こちらのグループに合流します。あ、合流するの？はっ飛ばして行くぞ。木更津まで。はい。自分は明日、うん、モーニング食べに行きます。ああ、いいですね。ですね。面白い。本当に。そして、あ、そうそうそう、ゆずきさんの方、インスタやってますよね。はい、あ、はい、います。アカウントが見つけられなかったんで、私。あ、これだ。言ってください。下が長いからかも。はい。じゃあ、後でまた、はいはい、お願いします。わかりました。お願いします。すいません。はい。はい、あと、最近、ハマっていることありますか？自分はディズニーが大好きなんで、ディズニーの映画を見たり、音楽聴いたり、グッズ集めたりです。ああ、何のキャラクターが好きなんですか、特には。一番好きなのは、シンバ。ライオンキングの。はいはいはい。そう。ですかね。ゆずきさんは何かありますか？自分は温泉が大好きで、うん、で家でも入浴剤絶対欠かせなくて、うん、いろんなやつを試してます。入浴剤好きなんですね。あ、そうです。そうですか。いいですよね。じゃあ、わかりました。じゃあ、そろそろですね、ちょっとここで、スクショタイムしたいと思うんですよ。うん、なので、皆さんちょっと、木更津の皆さん、はい。ちょっとこのメンバーで行きましょうか。このメンバーで一回行きましょうか。はい。じゃあ、行きますよ。よし。はい。ごめん、ごめん。
すいません。ちょっと自分の足を挟んでしまって。はい、チーズ。あ、しまった。これは、あのね、あ、木更津組が風船が出てしまったんで、風船で隠れてしまった。風船が出た。ごめんなさい。風船が出た。はい、チーズ。やばい、風船出ちゃう。なんで風船出ちゃう。あのね、多分ね、iPhone だと、ピースをすると、風船が出るらしい。で、ハートをすると、ハートするとハートが出るらしい。あ、やってやって。あれ出ないね。出ない。出ないね。でも iPhone。やります？スッキーポーズ。ブーだと花火が出るとかね。へぇ、すごい、うん。あるみたいだ。あ、出た出た出た、花火初めて見た。はい。じゃあ、皆さんで行きたいと思いますので、ぜひカメラをオンにできる方、ぜひご参加ください。ご参加ください。ご参加ください。はい、皆さんカメラオンでお願いします。お願いします。あ、すごい、みんな。はい。ぜひ皆さんご参加ください。カメラをオンでお願いします。アッキー！カメラ、アッキー！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 こちらにいるかそっち行った方がいいですよ。アッキー来る？いや、秋山さん。秋山さん消えた。終わるからね。みんな映る？はい、皆さん、カメラをオンにできる方、ご協力お願いします。よろしいですか。あれ、秋山さんどこ行っちゃった。秋ここにいます。はい。ああ、そっちに。秋。いた。はい。じゃあね。はい。じゃあ行きますよ。はい。チーズ。はい。おお、水の。OK です。もう一枚行きますね。はい。いきます。はい、チーズ。はい、オッケーです。はい。ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、すいません。はい。そしてですね、ちょっとね、最後になってしまったんですけど、まあ、今回の二次トーク、ズームエディションのテーマが、ソフトボール普及なんですよ。なんで、まあ、ソフトボール普及っていうと、まあ、壮大なテーマにはなってしまうんですけれども、まあ、それぞれが思う、まあ、ソフトボール普及活動に必要なことを教えていただければなと思うんですけれども、まあ、実体験でもいいです。まあ、去年これなのが良かったよ、ということとか、今までで、まあ、自分が体験してきた中で、こういうのはすごい良かったなと思うこと、あるいは、こんなことしたら、本当もっと良くなるんじゃないかなって思うこと、うん、などあったら、ちょっとご意見を聞かせていただけますでしょうか。はい。はい。まず、ソフトボールを、やっぱ知らない人が結構、周りにもたくさんいて、ソフトボールって何って聞かれる、結構、正直、知られてないのが結構ショックを受けたりすることも多々あるんですけど、自分が小学生の時に地元で、今で言う JD が、大会を行っていて、そこで選手との交流をすることがあって、そこで自分はソフトボールがより好きになったというか、うん、そういうのがあったので、そういうのって大体多分小学生の時に知る知らないって大きく関わってくるかなと思うので、いますかね。簡単な話ではないかもしれないんですけど、小学校と、まあ、例えば、ボンズだったらボンズで、関わりを持たせていただいて、ボランティア活動として、
ソフトボールじゃなくても、ティーボールとか、はい、はい、多分がやると思うので、そこでソフトボールの選手と一緒にやることとか、で、知る機会を増やしていけたら、結構大きい活動になるのかなとは思うので、うん、そういう、とりあえず知ってもらうことが大きいかなって思って、で、今ではもう SNS が本当に主流になってきているので、虹色さんのように 本当にいろんな情報を発信していったり、はい、うん、まあ、個人個人でもできることは多々あると思うので、よりその情報を、もう使ってやっていけたら、よりソフトボールが普及していくんじゃないかなって思ってます。はい。すごい立派。ありがとうございます。やつも。はい。ゆずきさんもお願いできますか？はい。ソフトボール普及するに、あたって、自分は、まあ、チームでも地域との交流って結構盛んにある方だと思ってて、で、先週も市原市のリレーマラソンっていうのに参加、ユニフォームで参加させていただいて、で、まあ、リレーマラソンでソフトボールに直結しなくても、地域と交流することで、子供たちとかにソフトボールからリーグで活躍する人がいるんだっていう、少しでもきっかけになったらいいなって思うのと、まあ、難しいんですけど、私自身ソフトボール復旧に関して夢がちょっとあって、お、うん、まあ、いつとかはわからないんですけど、自分は本当にやっぱソフトボールが大好きなので、いつかその大好きなソフトボールを、まあ、そういう盛んじゃない国とかに行って、ソフトボールの楽しさを伝えに行きたいっていうのが、もうちっちゃい時からの自分の夢なので、まあ、はい。今、選手としてできることって考えた時に、まあ、些細なことではあるんですけど、自分自身が楽しんでやるっていうことで何か、うん、することかなって思ってソフトボールやってます。素晴らしい。そういう、じゃ海外に普及しに行きたいっていうことですか？あ、そうですね。はい。海外に普及しに行きたいです。そうなんだ。素晴らしい考えですね。やってます。はい。まあ私もちょっと結構海外ソフトボールもかなり興味があるので、まあね、そういう普及も含めて、ぜひじゃあ末永くよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そういうね、普及活動されてるところをまた逆に取材に行かせていただけたら、ぜひぜひ、はい。なと思いますので。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。はい。いや、もうね、二人ともね、すごく立派な考えをお持ちで、なんで、まあ一緒にね、ぜひソフトボール普及に頑張っていきましょう。はい。はい。はい。そして、そんなボンズ市原ですけれども、オープン戦は、一宮オープンに参加されますよね。あ、はい。されますよね。一宮オープンが、3月の90、愛知県一宮市で行われますので、まずは、近いところですとそこでお会いできるかなと思います。はい、他にオープン戦の予定ってありますか？だけ、うん、はい、特にない。そうすると、今度、はい、開幕ですね。4月の20、21、石川県金沢市で、はい、J3 リーグの開幕があります。第1節があります。そして、第2節の5月17、18、19が、千葉県市原市の ZA ボールパーク、ホームゲームですね。はい。もうそれを楽しみにしたいと思います。はい。いや、ちょっとね、今年の J3 リーグもまた盛り上がりそうですね。また7月にも交流戦もありますしね。すごく楽しみです。楽しみですね。本当にね。ね。本当。まあ去年はね、ちょっと金土が雨で流れて試合ができないまんまのいきなり日曜日のイベントデーになってしまったのけれども、まあイベントだけでもね、できてよかったですけど、うん、でもなんかやっぱり試合をやった後の
お祭り的なね。その流れやっぱ欲しいですよね。はい。で、あのって、あのイベントの次の日も試合だったでしょ？結局、順延の。大変でしたね。私、勝っちゃったけど。ごめんなさいね。確かに。うん。ね、今年は天気に恵まれるといいですよね。いや、本当ですね。あの、うん、雨も良かったし。本当に良かったですね。ね、2日間中止って結構痛いですよね。いや、本当にそうですね。うん。で、残りの1日を、後日、天城でやったんですもんね。はい、そうですね。ね、うん。そう。ね、はい、それでチャットの方でも、知ってもらうことがまず大事ですね。今、フランスとか海外で広めていらっしゃる方もいますからね、と。もしかしたら第2節、サッカーと重なるかも、なので、そうなったら何かやりたいですね、と。サッカーと重なるってすごくないですか、はい、かなり大きなイベントになりますよね、そうすると。あ、確かに。ねえ、うん。何かやりましょう。ぜひお願いします。ぜひお願いします。ね、乗っかりたいですね、サッカーに。そうですか。はい。ではですね、もうちょっとお時間も間もなくになってしまいましたので、あっという間でしたね。早い。はい。あっという間。木更津組いますか？まだ。木更津組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 いないかな？もういない？もうお風呂入りに行っちゃったから。早いな。気が早いな。早いな。最後までいてくれ、どうせなら。どうせならね。はい。それではですね、あのファンの皆さんに向けてお一人ずつメッセージをお願いできますでしょうか。はい。まあ今日あの来てる方中心にね、参加してくださってる方中心に、はい。はい。今日は参加していただきありがとうございます。少しでも楽しい時間になってくれたら嬉しいです。とこれからリーグが始まってくるので。ぜひ、グラウンドに足を運んで、自分たちに会いに来てくれて、また声をかけてくれたら嬉しいです。またお会いしましょう。はい。で、そしたら、グラウンドでお会いできたら、一踊りしていただけますか？まあ、とっておきのダンスを一個。はい。披露しちゃおうかなって。まあ、声をかけてくれたら、まあ、ちょ、踊っちゃおうかなと。楽しみだ、これは。はい。ね。まあ、とにかく、それでグランドはすごい、とにかく元気なんで、存在感は絶対あるんで、行けば、ポンズの試合を見に行ったら絶対わかると思うんで、で、まあ、覚えておいてください。ね。まあ、今年は、多分ベンチじゃなくて、グランドから大きな声を出してるだろうと。頑張ります。思ってますので、はい、楽しみにしております。はい、はい。では、ゆずきさんもお願いいたします。はい。はい。はい。いつも、ボンズ市原ソフトボールクラブの応援ありがとうございます。まだ、新チームが始まったばかりですけど、自分が感じてることで、チームの一体感っていうのはすごく自分も感じてて、まあ、一人一人が本当にソフトボールが好きで、楽しそうなのが自分が一緒にやってても、伝わるくらいなので、見てきてくださった方々にも、ボンズのソフトボール見てて楽しいって思ってもらえたら嬉しいのと、今年のスローガンがさっきもあったんですけど、千思万考で、本当に個性が豊かなチームなので、みんなの長所を前面に出してくれると思うので、一人一人のプレイスタイルっていうか、長所もたくさんあるので、注目してみてほしいと思います。で、去年の3位を超えられるように、優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。チームの、見どころのポイントってどこでしょうかね？例えば、エンジンとか、なんか試合前のなんか、あったりしますか？エンジン、最初のエンジンとかも結構
みんな熱もあって盛り上がる箇所だなと思ってるし、あと、そうだな、試合の流れの中で、うん、あの盛り上がり方っていうか、ボンズ独特の、なんだ、盛り上げ方って、試合の持っていき方っていうのは、他のチームにはない特徴なのかなって思うので、そういうとこも、あ、一体感っていうのを見てほしいです。はい、ぜひ、もう本当ですよね、まあ、かなり目を引く独特なノリがあるかなと思いますね。のでぜひ皆さん、あのボンズ市原の試合を通して、そういったね盛り上げ、まあ、パフォーマンス力も見ていただ注目していただければなと思います。で着実にですね、本当力をつけてるチームなので、もう去年もね本当3位で終わったけれども、まあ、3位がすごいと思いますけどね。だってリーグに加盟してまだそんな2年、3年目、3年目に入るくらいですよね、はい、すごい、素晴らしいですよ、素晴らしいですよ。なので本当に今面白いこう急上昇の、チームですので、絶対面白いと思います。ぜひ、J3 リーグの会場に足を運んでいただき、このボンズ市原、そして、W 吉田選手にね、注目していただければなと思います。はい、ということで、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ニジトークズームエディション2024、本日は、ボンズウグイス会、ボンズ市原ソフトボールクラブの、吉田優月選手と吉田しおり選手にお越しいただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではさようなら。ありがとうございました。